はい、すいません、お待たせいたしました。お客様3番のお客様ですね。はい、あのよ、はい、もうね、すぐ遅なるの。ネット開いたら、はい、すぐ遅なる、はい、遅くなるというのは具体的になんか、月のね、はいはい、1回ぐらい経ったら、はいはい、すぐ遅なるのよ。あ、ちょっと待って、すみません、受付の、ごめんなさい、少々ごめんなさい、受付5番対応お願いします。お客様対応入ってます。これどういう契約になってるの。少々ごめんなさい、ごめんなさい、お客様、ごめんなさい、5番、あの受付行って、5番、うん、お願いします。はい、すみません、申し訳ございません。契約がね、はい、おかしいと思うんだわ。その制限があるということですね。そうだね。そしてまずお名前をお伺いしてよろしかったですか。名前は野村英二って言います。野村英二様ですね、少々お待ちくださいませ。野村英二様ですね。あ、はい、出てきました。そうですね、パックとしては A パックをご利用ですので、あんまり分からんけど、あ、月使用できる、ギガ数が3ギガになっておりまして、まあでもあのスタンダードといえばスタンダードですけど、一応このご契約者様が少々お待ちください。3ギガ一緒になくなるよ。少々お待ちください、ごめんなさい。6番さんお願いします。6番さん、そんな見とらんよ。6番さん対応、6番、7番さんも対応お願いします。7番さんお願いします。あ、OK です。はい、すいません、野村、そうですね、野村様がですね、ご契約者様がですね、野村英一郎様、あ、すいません、申し訳ございません。ご兄様が英二様ですよね。いや、俺の、はい、俺の、はい、親父が英一郎、はいはい、そうですね、ご契約者様がですね、英一郎様になっておりまして、今、現時点で情報を公開することができないですね。英一郎さんの、まあ、確認というかですね、ちょっともう分からんけど、はい、契約が、はい、もう、すぐダメなのよ。少々お待ちください。すみません、お客様カウンター入ってます、お願いします。対応お願いします。これ、はい、そうですね、じゃあちょっと一旦、はい、見せていただきますね。はい、3ギガ、はい、いつかで使う。はい、そうですね、こちら、はい、少々お待ちください。で、わかりました。多分おそらくですね、3ギガですので、まあ、いつもネットとか使用されますかね。よう見るよ、それよう見るよ、いつかだね、よう見るよ。わかりました。少し、まあ、今すぐにですね、プランを変えるということがご契約者様の関係でできないものでして、それで一応こちら一応見ていただきまして、こちらの、プランが、A プランでございます。でこちらが B プランで、こちらの A パックが今さ、使われて3ギガになりますね。でこちらの、こちらですね、一応分かりやすく赤ペンで書かせていただきます。こちらの赤ペンで書かれているのが、今言った3ギガで、こちらが8ギガで、こちら、フルギガ、もうあのメガパックという、ね、まあ、ギガ法、まあ、よく俗にはギガ法って言われるんですけれども、もちろん分からんけど、はい、もうすぐ早くしてもらいたいの。そうですね、現状ちょっと今すぐにその、まあ、先ほども述べたんですけど、ご契約者様の関係でできません。じゃあ、はい、Wi-Fi ってやつ、Wi-Fi ってやつはどうなの。Wi-Fi ですかね、Wi-Fi のやつですかね。分からんけど、はい、分からんけど、はい、ちょっと話がね、ごちゃになっていますので、それはもう繋ぐというのは、Wi-Fi のものでしたらこちらに投資はあります。こちらですね、 Wi-Fi のこと関係は、こちらに書いてありますが、ちょっと当店では、まあ、Wi-Fi というのはあまり専属で受け付けていないので。まだできんの。そうですね、ちょっとよからん、申し訳ない、ちょっとできないので、ちょっとまた次回のご来店というか、英一郎様とご来店いただくか、まあ、そうですね、英一郎さんがいないとちょっとご契約者様の情報解禁、公開することできません、申し訳ございません。あ、すいません、受付3番お願いします。はい、はい、了解です、お願いします。すいません、エイチロはもうね、90だから来れんのですよ、はい、なかなか。そうですね、じゃあ、でしたら、そうですね、エイチロ様と、まあ、電話でも大丈夫ですし、どっちみちやっぱり本人 の許可が取れないと。電話でもええの。で、そうですね、電話でも大丈夫ですけれども、まあ、でもできれば、そうですね、ちょっと、すいません、ちょっと少々お待ちください。確か、そうですね、あ、申し訳ないです、そうですね、こちら、まあ、でも、